新紙幣、新紙幣、新紙幣、新紙幣来た。新紙幣1億円分おろしてレアなお札探すぞー。楽しみヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうも新紙幣めっちゃ気になってたヒカキンです。いや来ましたね、ついに20年ぶり、僕の人生では2回目ですかね。こちら、まあ、今までねもう見慣れたお札たち、ついにこのお三方とももうお別れってことになるんですかね。それはそれで切ないですね。福沢諭吉さん、樋口一葉さん、野口英世さん、ありがとうございました。まあ、まだ使えるんだけどねずっと使えるけどね、まだね、うん、このお札になったのが2004年なんですよね。僕中学生ぐらい。諭吉さん、なんか諭吉さんが恋しい感じがするよね。なんかね、ついに福沢諭吉じゃなくなっちゃうんだみたいなね。でもね、やっぱね、新しい時代についていかないとってことでね、今日1億円下ろしていきたいと思います。なんかさ、お札ってさ、あれ知ってる？なんかさ、アルファベットの A から始まって A で終わるとなんかレアとかさ、全部11111って番号だとレアとかさ、あるんですよ、そういうの。そういうのなんかね、探したいのと、あとは本当にまだ今日から発行って言って、もうこれできるだけすぐ今撮ってるんで、もうほら一番新しく刷ったやつパッ、まあ一番古いのって言った方がいいのかな、刷ったばっかりのやつ今ゲットしといたらなんかいいことあんじゃないかなと思ってね。で、あとね、もう一つ今回僕がこれを動画にした理由があってですね、多分思う人でしょ、わざわざなんでそんなに下ろすんっていうこれ理由があってですね、これで目立って詐欺撲滅したいと思います。あのね、これ全国の特におじいちゃんおばあちゃん気をつけてください。なんかね、この今までのお札が使えなくなっちゃうんで、一度お引き取りして新札と変えてきますわみたいな、なんかそういう詐欺とかあるらしいんで、なんか昔のお金使えなくなっちゃいますよみたいなのが来たら、それ嘘なんで気をつけてください。はい、そういう詐欺がもう始まってるらしいです。まあまあ、もちろん若い人もね、信じちゃう人もいるかもしれないけど、特になんかおじいちゃんおばあちゃんとかをね、狙ってね、なんか来るかもしれないんで、はい、まだ使えるんでね、全然ずっと使えるんで、そこをご注意くださいっていうのがね、これ伝えたかった。それでは1億円ぴったり入りそうなやつがあったんで、これに入れて銀行行ってきます。いやー、トラブルがありましてね。ああ、ちょっとね、危ないんですぐ帰りますね。いやー、トランクに入んなくて、お金が。まさかの紙袋に入れて持ってきました。ちょっと家帰ります。いやー、怖かったー。セーフ。いや、ちょっとトラブルがありましてね、もう大ハプニング。これに全部入ると思ったんですけど、超ギリギリ入んなくて、こっちに1億円入ってますあのね、やっぱ入んないっす、すいませんっつって、この紙袋に入れて帰ってきたんですけど、大丈夫ですかって言ってくださり、これなんかね、ああちょっと見えちゃう黒いね、袋をかけてくださいました。ほんと親切に。ヒカキンさん、それは隠さなくてはいけませんってことでね、ありがたいですね。あとね、これを持って銀行から出てきて、へーってやつら、ヒカキンさんじゃないですかこうやって持って、車どこかなとか言ったら、ヒカキンさんじゃないですかってお兄さんが来て、うちの息子といつも動画見てますよつって、ありがとうございます、ありがとうございますとか言って、ありがとうございます、ありがとうございます写真撮りましょう、パシャッありがとうございましたとか言って、車にさっき乗り込みましたセーフ。
セーフです。いや楽しみだな。じゃあ見ていきましょうか。これ引きちぎれそうなんだよね、この紐が。っていうのも、多分1億円ってね、10キロぐらいあるんですよね。やばいよ。いきます。じゃあまずは、実はこっちに、1万円札じゃないやつが入ってます。いきます。新千円札、千枚。新千円札、千枚。わお、100万円。新5000円札、千枚。新5000円札、千枚。わお、500万円。なんじゃこりゃー。なんか綺麗だね、これ。新しい。だね、ちょっと、うわ、まあ、まだちょっとよく見えないんですけど、まあ、ブチブチ行くのはこの後の楽しみにしとこう。いきますよ。いでよ。新1万円札、わーお、1億円分。10キロ。1億円。わあ、ビニール入ってんだね。なんじゃこれ。怖いからすぐに銀行に戻しに行きたい。うん、けどやります。はい、まずじゃあ千円札からいきますね。青いんだね、この束が。うわー、すげーな。じゃあいきますよ、もう豪快に。うわ、これあんま破けない紙で作られてる。すっごいいい材質のテープだ、これ。なんかテープっていうか切れない。そっかそっか、ブチってなんないようにできてんだ。あ、はい、お札を傷つけないように。うわ、え、なにこれ、なんかポップだね。おう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 、いった。うわ、あれ、なんかさ、ちょっと前からもうさ、なんか画像とか出回ってたじゃん、X とかで。で、なんか結構さ、賛否両論巻き起こってたと思うんですよ。今までのやつのが好きみたいなね。で、僕もなんか今までのやつ結構好きだなって思ってたんだけど、なんかね、実物見るといいね。全然いいね。それではね、ちょうど顔のところに被ってるんでいきます。このお方が。うおー、風格がすごい。北里柴三郎さん。うわー。すごいなんかいい名前ですね。北里柴三郎ってね。うおー、3D 北里柴三郎さんがいる。すげえ。何これ。ホログラムみたいになってんだけど。あのね、この左下のさ、前のお札もなんか光ってたりとかしたと思うんだけど、ちょっとレベルが違え、これ。なんかこれ、こっちから見るとなんか横向いてるよ、北里さんが。何これ。今ですね、今までの千円札とちょっと比べてみてるんですけど、千円って漢字で書いてあったところに今度数字の線が来て、逆に左上にあった数字の線が漢字になった。だから入れ替わってて、あの数字の1000の線の存在感が増したね、これ。確かに日本人としてはね、なんか漢字でバーンってあるのもなんかこう、渋い感じでよかったんだけど、外国人の方とかが見やすいかもな。まあまあ前のでもわかるけど。あ、っていうかそしてさ、前の1000円ってキラキラのやつないじゃん、全然。なかったっけ？なんかキラキラしてた気がするんだけど、あ、全然違うわ。1枚するのにかかるお金高くなってそうに見えるな、俺。すごいいいよ、これ。それも左下のその北里柴三郎さんのホログラムがさ、桜の花が左右にあるんだけど、ピンクに光ってんのよ。桜だけ。これ超高度な製造工程があるんじゃないでしょうか。すごいね。ちなみに北里柴三郎さんは伝染病とかの研究とかそういうのに貢献された方でしたかね、確かね。で、あ、透かしもしっかりある。裏面はなんかすごい
浮世絵っていうんですかね、すごい日本っぽい感じの雰囲気で描かれた波がザーッとありますね。それも奥に富士山ある。日本銀行の文字も読みやすくなってる。でさ、俺さ、あの隠れ文字みたいの見つけたかったんだよ。前のやつだとさ、このイエーンのとことかにおじいちゃんみたいになっちゃって、すいません。あ、日本銀行、日本銀行、日本銀行って書いてあったりしたんだけど、消えてる。ちょっと真剣になんか探しますね。トゥルル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 ル。診察にもあったわ。あのね、線って書いてある右下のところに日本銀行、日本銀行、日本銀行ほんのちょっとだけだ、これ。うわ、これはわかんねえわ。最新式の虫眼鏡のなんかこのさらにズームみたいな、ここで見るとギリ見えるぐらいでしたね。よーし。あとこれ AA から始まってるの嬉しいね。ちょっと AA から始まってんの。よし、じゃあ5000円いこう。5000円は誰だろうな。え、何これ、光り方違うやん。カードゲームやってるみたいなんやけど。え、これ何、スーパーレアみたいな。やばい、何これ、超縦に光ってんだけど。あなたは一体うおー、津田梅子様。津田梅子さんはね、教育に貢献した方で、女性への教育に確か貢献した方。なんか 3D だからさ、蘇った感があんのよ。あ、透かしの位置左行ってる。あの今までの五千円札と比べると、あの透かしね、真ん中だったんですよね。樋口一葉さんは端に追いやっちゃったや。よく考えたら五千って真ん中に書いてあるじゃん。なんか気持ちいいねこれ。で、裏はなんだこれ。なんかこう、上からつるのように生えてるような植物がザーッと。あ、待って、日本銀行があるわよ。あった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 梅子さん、見つけましたよ。透かしの左下に日本銀行って書いてあるな。見つけたぜ。綺麗。あー、まあ樋口一葉さんも綺麗だけど、黄色っぽい色が減ったのかな。なんかすごい紫で綺麗。あ、で裏が青いんだ。なんかすげえ綺麗で、まあ、ちょっとなんかあの海外のお札っぽいね、色合いが綺麗だな。それでは行きます。ぶっちゃけこれ下ろすの1枚でもよかったんだけどね。やっぱそこでビビっちゃダメだもんな。行くぜ。よし、こっから行くぞ俺は。いやーやばい。うわ、何これ。国立印刷局製造。うわすげえ。うわ、綺麗だな。うわすごい。うわ、かっこいいじゃない。なんかいい番号ねえかな。いい番号 AB か。 AB から始まってんだ。うわ、 AA は来なかったか、うちに。五千円札とさ、千円札はさ AA だったんだけどさ、 AB だったか。くっそ、なんかゾロ目になりそうなやつねえかな。なんないか。なんないっす。くっそー。激レア紙幣はないかもしれん。うおー、こんな薄いんだ。ガチ新紙幣ピン札100万円って。普通のさ、想像してる100万円の札束のさ3分の1くらいの薄さ。さ、そしてあなたは渋沢栄一さん。うおお、目力がすごいぞこの方。渋沢栄一。渋沢さんは日本で初めて銀行を作った方だそうで、お金マスターですね。すごい目力を感じるのはなんでなのこれ。なんでなんだろうこれ。すっごいなんか生きてるようなね、喋り出しそうな感じがしますね、渋沢さんは。で、光ってる位置が今度また
縦長で左行ってんのよ、これ。こっちに行ってる。あ、でも、あれ福沢諭吉さんが変わるのってさ、40年ぶりぐらいってことかな。諭吉、やっぱりなんか諭吉さん、さようならはちょっと悲しいけど、40年の時を経て、この座に、ついたのが渋沢さん。いやー、すごいお方なんでしょう。まあ今までの1万円札と比べるとやっぱキラッキラだな。サイズ一緒。パッと見なんか、まあ、人物が変わった以外だとなんか色とかで言うとそんなに変わってないな。梅の花かな、光ってるところ。すげー綺麗。あ、裏の鳥がいなくなった。今までなんか鶏みたいのがいたんですけど、東京駅だ。かっこいいね。東京駅自体がかっこいいじゃん。で、裏の1万円はね、ピンクっぽいですね。ほんのりオレンジっていうか、サイドが上がってるね。鮮やかになってる、全体的に。そいじゃ。うわー、これ結構わかりやすいわ、1万円札。右下の1万って書いてあるところの、左上の線が日本銀行になってる。あー、あった、裏にもあった。裏の左下の1万って数字の上にも日本銀行、日本銀行。みんなも虫眼鏡あったらやってみてください。わあ、3枚合わせて持ってみるとこんな感じか。いやー、なんか落ち着かないね、なんかね。すごい落ち着かないね、なんかね。なんでだろうね。あれ？まあ慣れていくんでしょうね。正直さ、んってなるじゃん、これ。今見ると。普通に多分、生活してたらまだ見てない人の方が多いと思うんで、これちょっとさ、コンビニで使ってきてみようかな。はい、つって、行ってみますわ。それではまず新千円札コンビニで使っていきたいと思います。店員さんは反応するのか。いってきます。反応なし。はい、千円お預かりします。パチンパチンってどうした。はい、ファミチキ買いましたけど反応なしでした。やっぱりまあ1000円は分かりやすいからだよな。うん、5000円でリベンジだな。5000円の梅子さんは相当違うからね。多分もうひっくり返ると思うよ。店員さん、いってきます。レジが機械だからやめました。5000円リベンジ。今度こそひっくり返ることでしょう。チラッシュー。あ、診察シュークラス。本番ですよ。1万円ですよ。諭吉さんのイメージしかないですよ。ひっくり返りますよ。ハンドルの正直で。おばちゃんがめっちゃ喜んでた。あら、新初めて見た。1万円札だ。気づきました？これ使ってみてんですよ。あら、すごいね。ってなりました。郵便チー味のファミチキを買いました。アルワンヨーグルトです。いや、よかった。やっぱりおばちゃんです。やっぱりおばちゃんはやっぱり地域密着。おばちゃん最高。ちょっと自販機で使えるかやってみます。1000円。使えた。ただね、結構使えないとこもあるらしいんでご注意を。
あ、やっぱね、新紙幣で買ったオロナミン C、味違うね、なんかね。全然違うね。うん。まあ一緒だけどね。うん。ブーンブーン。ただいま。いやいやワクワクしましたね。いや、もうなんかね、最後のコンビニで、喜んでくれたあのね、おばちゃんのおかげでなんかね、すごい、いい日になりました。まあね、もちろんね、少ししたらみんな慣れてて普通になっちゃうと思うんですけど、まあ今後ね、普通に生活してるとお釣りでポンって来る時があると思うんでね。まあ楽しいっすね。こうやって見てみると、裏めっちゃインスタ映えやん。で、僕最初にも言ったんですけど、まあちょっとね、派手なこの動画を作った理由としては、この動画をバズらせて、新紙幣詐欺にご注意くださいということを伝えたかったっていう動画でございました。はい。さっきもう一回調べてみたら、もうすでにね、詐欺に遭ってるお年寄りの方がね、実際に出てきてしまってるらしくて、銀行員を装ってくるそうですよ。だからピンポン、何々銀行のものですけれども、旧紙幣使えなくなっちゃいますよ。私どもの方で、引き取りまして、新紙幣でまた持ってきますので、みたいな、そんな感じらしいです。本当に心優しいお年寄りはね、信じてしまって、そこでお金を出してしまって、もう1500万円ぐらい、被害に遭った方が、何名かいらっしゃるみたいなニュースを見たんでね、動画を見てる皆さん、そしてその皆さんの家族、おじいちゃんおばあちゃんなんかにね、ぜひ注意喚起して、このね、新札が新紙幣でね、なんかね、うわ、すごいってこうね、本当は喜ぶ、なんか嬉しいな、っていう時に、そんなひどいことも起きますので、ぜひね、大切なお金、詐欺に遭わないように気をつけてください。そして、新札、楽しんでみてください。はい、僕はちょっと怖いんでね、ちょっとしたら少しずつ銀行に戻します。はい。この動画、もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他、私ヒカキン X、インスタグラム、TikTok、スレッズなど、SNS もやってますので、フォローもお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。ヒカキンはグーを出しました。ブワーイ。タロクタロクタロク、タロク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 。